馬肉は何とも言えない匂いがしまして、ちょっと固めで、歯ごたえは牛肉の硬い部分とかに近いですね。で、匂いは何とも形容しがたいんですけども、何でしょうね、まあ、山の匂いというか、そういう感じです。で、物を入れて売り出したのが11月の1日 で、設置した理由は、熊肉っていうのが地元ではあまりその県の町の外に出ることがなかったので、観光客のお客さんにも買ってもらいたいっていうのと、あと熊肉はやっぱり珍しいので、皆さんに珍しがってもらえるんじゃないかなと思って売りました。